大東文化学園は学校法人にして大東文化大学等の設置者。1923年に発足した大東文化協会が母体。戦後、学校法人文政大学が発足し、1953年、学校法人大東文化大学に改称。1960年に現在名となる。本部は東京都板橋区高島平191。 戦後、東京文政大学を設置。1951年に、現校名。板橋、東松山に校舎がある。学生数は、約1万2000人。大東文化大学、板橋キャンパス内にある、高等学校、男女共学、大東文化学園の幼稚園。現在の幼稚園は1972年に、開園したもの。以前には、 文政幼稚園と呼ばれる幼稚園があった。ちなみに、園名は学園賞のモチーフとされている霧によることから、大東文化学園の専門学校、1956年、東京、池袋に開設した中央柔道整復師養成所が母体、2006年に50周年を迎えた。2005年、大東文化大学にスポーツ、 健康科学部健康科学科が開設されたために2012年の並行まで柔道制服科のみであった。ありがとうございます。